フアン・カルロス・オネッティ・ボルヘスは、ウルグアイの小説家。1909年に、ウルグアイのモンテビデオに、税関職員の子として生まれる。高校を中退して、放浪を始め、転職を繰り返した。21歳で、自らのいとこと結婚し、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスに渡る。長男ホルヘを授かるがほどなくして、オネッティ夫婦は離婚。この頃から、 創作活動を開始し、いくつかの集作をブエノスアイレスの新聞に発表する。25歳になったのを機に、モンテビデオに戻り、別のいとこと結婚する。1939年により、創刊されたばかりの週刊誌、マルチャにて、筆名を使ってコラムを発表するようになる。1939年に、中編小説、井戸を発表するが、 多く親しい知人や一部の作家たち賞賛を得ただけで、発行された500部のほとんどが売れ残った。1941年に、ロイター通信モンテビデオ支局に職を得、1943年からは、ブエノスアイレス支局に勤める。1945年に、三度結婚し、カズメに恵まれる。1950年に発表した長編。 儚い人生もやはり売れ行きはかんばしくなかったが、一人の男が人生の悲惨から逃れるために空想した架空の街、サンタ、マリアの登場するこのメタフィクション的小説は、後にラテンアメリカ文学、ブームの先駆的作品として高く評価されることになる。ウィリアム・フォークナーの欲なパトーファに直接の影響を受けたこのサンタマリアは、 後の作品においても重要な役割を果たす。1955年にウルグアイに帰国し、終生のパートナーとなるドロテア、ドリームルと結婚。サンタマリアを舞台に、造船所やカバネ集めのフンタといった小説を発表する。造船所は国民文学賞を獲得し、カバネ集めのフンタはマリオバルガス女佐、緑の家とロムロがジェゴス賞を争うなど、徐々に、 国際的な評価を高めていった。1974年、オネッティが先行委員となっていた、マルチャの文学賞にネルソン・マラのボディーガードを選んだことを理由に、軍事政権に投獄、拷問されるという浮き目に遭う。ガブリエル・ガルシア・マルケスやマリオ・バルガス・ジョサをはじめとする多くの作家仲間の働きかけによって釈放されると、スペインに飛び、そのまま亡命した。 亡命後もアルコール中毒と格闘しながら執筆を続け、1979年に対策、風に語らせろを発表し、批評家賞を受賞。1980年にはセルバンテス賞を受賞した。1985年になって、ウルグアイに文民政権が返り咲くと、時の大統領フリオマリア・サンギネッティが新政府の発足記念式典にオネッティを招待するが、 彼はこれに感謝しつつもスペインに泊まることを選んだ。1994年、亡命先のスペインのマドリードで死亡。最後の5年間は実質的に寝たきり状態であった。ありがとうございます。